仙台坂田、本庄線は、宮城県仙台市青葉区と山形県坂田市、秋田県百合本庄市を結ぶ高速バスである。国土交通省東北運輸局に認可されている、公式な路線としては、仙台鶴岡、坂田線と仙台本庄線の2路線に分かれているが、ここでは便宜上同一記事内に記すこととする。各路線とも、全座席指定の予約制。ただし、 一部の区間は乗降制限付きで予約なしの利用が可能である。かつて仙台市と庄内地方との間の両客輸送は仙山線経由のガス山あるいは陸東線経由のモガミといった直通の急行列車が主軸を担っていたが仙山線の高速化などからモガミが廃止されガス山も運行区間が山形駅庄内間となり直通列車はなくなった。 このため、仙台と省内との間を行き来する際は、山形駅で乗り換えをしなければならなくなり、不便を余儀なくされた。このような中、1989年4月1日に、政令指定都市に移行した仙台市と省内、地方間における直通の都市間バスが、同年8月4日より、宮城交通と省内交通の共同運行によって、開始された。開始当時は、 一般道を通行し、国道48号、山形空港を経由するため、仙台坂田間は4時間近くの時間を要した。しかし、山形自動車道の延伸工事の進捗によって、都市間バスも山形道経由となり所要時間も短縮されたほか、山形交通も参入。加えて、佐賀市、西村山郡西川町にも停留所が設置されたことから利便性も向上した。 その後も山形自動車道のさらなる延伸によって、所要時間もさらに短縮。また増便もされたことから、仙台庄内間の移動手段は、列車からバスに完全に移った。2002年には、宮城交通、庄内交通、宇宙交通の3社により、仙台本庄線の運行も開始されたが、仙台鶴岡、坂田間の利用も可能であるため、実質的には、仙台鶴岡、 坂田線の別系統という捉え方もできる。2000年頃から早朝便で仙台に行き、PHS を片手に買い物をして、最終便で省内に戻る若い女性たちが目立って増加し、その女性たちは省内ガールズと呼ばれるなど、省内の若い女性にも浸透。長らく陸の孤島などと呼ばれてきた省内にも、時代の変化が押し寄せてきている様子がマスコミにも取り上げられている。 SS ライナー仙台鶴岡、坂田線夕日号、仙台鶴岡、坂田線は、宮城県仙台市青葉区と山形県坂田市を結ぶ高速バスである。宮城交通の便は SS ライナー、省内交通の便は夕日号の愛称で呼ばれている。過去には山高バスにも月山号の愛称があった。仙台本上線、仙台本上線、仙台本上線、 仙台本庄線は、宮城県仙台市青葉区と秋田県百合本庄市を結ぶ高速バスである。仙台本庄線の庄内観光物産館、本庄営業所間は乗降制限付きで利用が可能。事前予約は不要だが、運賃の支払いは、車内での現金払いか、庄内交通窓口や庄内観光物産館での乗車券購入のみとなる。この区間内の運賃には、 往復割引が設定されていない2019年6月1日現在トイレ付き4列シート車で運行する仕様変更により貸し切り車両で運行する場合はトイレ休憩を設けるありがとうございます